あなたの2年後の体重は？あなたには私が水晶玉のように見えますか？私があなたの未来を知っているとでも？そうですね。誰だって自分の未来をほんのちょっとでも知るチャンスがあれば飛びつくのではないでしょうか。あなたもそうですか？自分が長期的にどんな風に変わるか知りたいと思いますか？このテストでは2年間であなたの体重が何キロ増えるか見当をつけるお手伝いをしますよ。あなたの未来をこっそり覗く前にチャンネル登録をし通知ベルを鳴らしていただけると大変光栄です。答えで得るポイントは1点が体重1キロです。あなたの選択によってプラス1キロになるかマイナス1キロになるかが変わってきます。どうでしょう、あなたの食習慣と毎日の生活スタイルが未来の絞ったボディにつながるか、それとも、もしご自分の結果に満足でなくても最後に未来予測を変えるかもしれないいくつかのちょっと変わったアドバイスがありますよ。1、あなたの年齢は A 45歳以上、 B 45歳未満。A と答えたあなたは1点、 B は0点です。年齢が高くなるほど代謝プロセスが遅くなり始め、人の体重は増え始めます。これを避けるには毎日の食生活から砂糖と脂肪の量を減らす必要があります。さらに運動量を増やすべきです。 2. 1日の食事回数は A 3回、 B 5回、 C 3回より少ない。A と答えた人は0点、 B ならマイナス1点、 C はプラス1点です。食事を分けるのはあなたのボディをスリムに保つ最善の方法です。少ない量を回数を増やして食べるという意味です。毎日の食生活は3回の食事と2度の間食というのが理想的です。おいしい。 3. 1日に食べる野菜と果物の量は、じゃがいもは除外です。 A 約 500g、 B 300から 400g、 C 野菜や果物はあまり好きじゃない。A と答えた人はマイナス1点、 B は0点、 C はプラス1点です。野菜と果物はあなたの体にものすごく重要なものです。なぜなら私たちは食物繊維を野菜や果物から摂っているからです。食物繊維は体の代謝プロセスに大変役立ちます。それだけでなく野菜と果物は空腹感を満足させ、余計なカロリーでお腹をいっぱいにする必要がありません。 4. 1日に飲む水の量は A 少なくともコップ8杯、 B コップ8杯未満。A と答えたなら0点、 B と答えた場合は1点。水は体の代謝プロセスに極めて重要です。水分量が十分でないと代謝がスローダウンします。そして体重が増えます。 5. 運動していますか？ A 毎朝運動しています。 B 週に2日は運動するようにしています。 C スポーツの時間なんてありません。 A はマイナス1点、 B は0点、 C ならプラス1点です。成人はみんな1週間に少なくとも150分の中強度の運動が必要です。1日あたりわずか30分ですよ。これが
健康な体型を維持する唯一の方法です。6、魚や肉類を食べる時の量は？ A、指を除いた手のひらサイズ。 B、開いた手よりも大きいサイズ。 C、だいたい自分の頭と同じサイズ。A と答えた人は0点です。B と答えた場合はプラス1点。C は私が勝手に作った答え。体重を減らしたければ単純なルールがあります。肉や魚の量は指を除いた手のひらサイズよりも大きくしないこと。7、副菜はどれくらいの量を食べますか？ A、通常肉や魚の約2倍の量。 B、 魚や肉と同じくらいの量。A と答えたあなたは1点、 B は0点です。もしも米、シリアル、パスタ、ジャガイモなどの炭水化物を多く食べるなら拳よりも大きくなるような量はよくありません。ですが新鮮な野菜を食べるのなら拳2つ分の量が良いでしょう。8、テレビを見ながら食事しますか？ A、よくする。 B、めったにしない。A ならプラス1点、 B がマイナス1点です。問題はテレビを見ながら食べていると脳はテレビから入ってくる情報を処理するのに忙しく、もう十分に食べたから空腹ではないとあなたに知らせ損なうということです。そのため必要以上に食べてしまう可能性が高くなります。 9、 夕食はいつ食べますか？ A、就寝の約4時間前。 B、 就寝の約2時間前。A の答えなら0点、 B ならばプラス1点です。夕食を夜遅く食べることは体重増加と関係します。あなたの体内の働きはすべて夜になると著しくスローダウンします。その結果就寝直前に夕食で得たエネルギーを適切に使うことができないのです。10、睡眠時間は何時間？ A、1日8時間以上。 B、 1日7から8時間。 C、 1日6時間以下。A ならプラス1点です。 B は0点、 C もプラス1点。睡眠の取りすぎも睡眠不足もホルモンの生産に混乱を招き、これがあなたの体重に深刻な影響を及ぼします。さらに体を休めるために十分な睡眠をとらないとジャンクフードを含め食べる量が増えます。寝すぎは遺伝子的に体重を増やし人を肥満になりやすくする原因となります。11、甘いものを食べる頻度は？ A、 毎日、スイーツなしでは生きていけません。 B、 1週間に数回。 C、 甘いものの代わりに果物を食べます。わーお、すごいな。あなたの答えが A ならプラス1点です。 B なら0点、 C はマイナス1点。キャンディー、チョコレート、ケーキやクッキー、そしてエナジーバーには単純糖質が含まれており体内の血糖値を急激に上げます。
単純糖質の摂取後お腹いっぱいになりますが、この感覚が続くのは少しの間だけ。つまり恐ろしい数値のカロリーを摂取しながらも1時間か2時間後にはもう空腹に感じるのです。多くの単純糖質を含む食生活がすごい体重増加につながるのは不思議でも何でもありませんね。おお、さようならスイーツよ。気を確かに持ってくださいね。ではあなたの将来の潜在的な体重変化を計算してみましょう。あなたはこの予測をどう思いますか？あまり喜ばしいものでなければ生活スタイルを変えることを考えてみてはいかが？それからお約束通り頑固な脂肪を取り除くちょっと変わったアドバイスをご紹介しましょう。食べ物の匂いを嗅ぐだけにして食べないでおく。おかしなことだと思うでしょうが、アメリカのシカゴで嗅覚と味覚の治療と研究を続けるアラン・ハーシュ医師はこれが真実だと裏付けました。3000人を対象にした研究によると、食べ物の匂いを嗅いだ人には空腹感が少なかったのです。その結果、平均 13.5kg 体重が減りました。ハーシュ医師は食べ物の匂いを嗅ぐことで脳がその食べ物を今現在食べているのだと錯覚するのだと確信しています。飲み会などに行くときにはウエストの周りにリボンを結び、その上から洋服を着る。この方法でリボンがきつく感じ始めたら食べるのをストップ。鏡の前で食べてみる。ある研究によるとこれで食べる量が3分の1減ったそうです。インスタブロガーは食事の写真を撮るとどうなるかご存知？写真を撮るとあなたはより客観的になり食べるのを控えるようになります。もしもお菓子なしでは生きていけないなら個包装されたものを選びましょう。スイスの研究でお菓子の包装を取らなくては食べれない場合、食べる量が 30% 減ったということを発表しました。青い色は食欲を抑える。研究によると青く塗られた部屋の中では食べ物の摂取量が 33% 減るのだそうです。この色はどうやら食欲や食べ物への魅力を減らすようですね。ですからテーブルに青いテーブルクロスを使ったり、青い食器を使ったり、そしてあなたのお気に入りの青い T シャツを着るようにしましょう。それと青い食べ物を食べましょう。うん、うまい。あなたは結果に満足しましたか？それとも食生活を改善しようと奮起しましたか？あなたの考えを下のコメント欄で教えてくださいね。高評価ボタンを押し、このビデオをお友達に共有し、チャンネル登録するのをお忘れなく。